激強アフリカの星は1957年に公開されたドイツの電気戦争映画。第二次世界大戦時、ドイツ空軍のエースパイロットとなったハンス・ヨアヒム・マル・セイユの戦歴を描いている。主演はヨアヒム・ハンセンとマリアンネ・コッホ。監督はアルフレート・バイデンマン。本作品は1957年8月13日にベルリンで。 初上映され、ドイツでは、工業収入面で多大な成功を収めたが、多くの映画評論での評判は芳しいものでは、なかった。作品中で、ヨアヒム・ハンセンが演じるハンス・ヨアヒム・マルセイユ本人の、ポートレート映画は、第二次世界大戦勃発前夜、ヨアヒム・マルセイユがベルリンにある空軍の、マルセイユはそこで無効水な飛行ぶりと切りつむしの、素行により、 教官からの評判は悪かった。友人で戦友のロベルト・フランケは、厳しい罰則から何かとマルセイユをかばっていた。第二次世界大戦が勃発すると、マルセイユの配属された飛行隊はフランスへ移動となり、バトル・オブ・ブリテンの期間中に、フランケが英仏海峡で撃墜され、しばらくの間行方不明になるとマルセイユは初めて戦争の残酷さに直面することとなった。 しかし、戦友が無事帰還するとマルセイユは再び心配ごとなく飛行できる世界に戻った。バーでフランス人の老人とビリヤードのゲームを通して交わされた眼竹ある会話がマルセイユと仲間たちに短い期間ではあるが影響を与えた。その後間もなく部隊は北アフリカ戦線のドイツアフリカ軍団へ配備された。マルセイユはその卓越した飛行技術と才能によりすぐに 最も成功した戦闘機パイロットとなった。アフリカでの砂漠航空軍との間の戦闘が長引くにつれマルセイユは次々と戦友を失っていった。特に未熟なクライン号町の最初の空戦での戦士と捜索救難担当将校のクルーセンベルクとの会話はマルセイユに自身の任務の実効性に対する疑念を抱かせた。百鬼撃追後にマルセイユは ベルリンへの帰還命令を受け、そこで、白洋剣付機私鉄十字章を授与された。出身校でも用されたプロパガンダ行事後に、数学教師のブリギッテと出会い、恋に落ちた。イタリア軍最高司令部から先行金章授与のために、招待されるとマルセイユはブリギッテを呼び寄せ、二人は、イタリアで何の懸念もない幸せな数日間を過ごした。 取り乱したブリギッテが亡命するように説得しようとするがマルセイユは責任感から北アフリカの自分の飛行隊へと戻るのであった北アフリカでは激しい戦いが続いていたエジプト上空での偵察任務の最中に蒸気のエンジン故障に見舞われたマルセイユは友軍がかしかしパラシュートは解散するブリギッテは授業中にマルセイユ選手の知らせを受け崩れ落ちた 元第27戦闘航空団の戦闘航空団、司令でありマルセイユの上官であったエドアルト・ノイマンが映画撮影において技術指導に当たった。映画の中に登場するメッサー・シュミット BF-109 はスペイン空軍の手により飛行可能な状態にされた、ライセンス生産のイスパノハ戦110、同型の機体は12年後の有名な映画空軍大戦略でも同じ役柄を担って登場した。 ドイツの映画音楽作曲者であるハンス・マーティン・マジェウスキーが本作の音楽を手掛けた。彼の作曲による日本ではこの曲のサウンドトラック版が長年正式に輸入されなかったことから映画の編曲を日本の楽団でほぼコピーしたカバー版がサウンドトラックと称して長くルフしていた。戦争映画の挿入曲にはしばしば戦争当時の軍歌や それに類する優層な曲が用いられる傾向がある。だがこの映画が作られた1950年代中期の西ドイツはようやく国防軍の再創設を実現したばかりで、ナチスドイツ時代への危機感は非常に強く、映画制作にあたっても演出や脚本では親なちの反動的映画とみなされかねない表現を極力注意深く避ける配慮がなされていた。それは、 音楽も同じであり、マジェウスキーは、メインテーマには、軍歌や勇壮なマーチの類をあえて避けて、叙情的なテーマ曲を用いることにした。生前のマルセイユが好んで聴いていたという、ルンバ・デル・ソルというポピュラー曲を使うことも考えたが、著作権上の問題があり、自ら、アフリカの星のボレロを作曲したという、ありがとうございます。